お聞きの放送はラジオ関西です。午前0時になります。ヒロノツオンの走れタコ。この番組は小林明の歌真似をすれば世界でも3本の指に入るとかっこ自称かっこ笑いという私明節のヒロノツオンがいくつになっても青春やレート元気印のタコ仲間を引き連れて今宵さっそうと勢ぞろい。まずは一人芝居をすれば日本でも1番2番3番か和製マーロンブランドとの噂も高い深夜の語り部三部深夜さん。そして心も体も健康に蓮華クリニック院長の越智信行さん。美しさなら負けません。元はモデルの美人歌手女平家物語春ちゃん。なんと春ちゃんがいれば秋さんもいるのです。奥村秀夫門下生この方も美人歌手しぐれ坂青木秋さん。素敵な仲間のハッピーハッシーさん伊藤のてっちゃん超万次郎さん劇団ヒポポクラテスの山本ゆかりさん柏原神宮前さんいつも控えめななにわテクノの女社長松田雅子さん。さてさて今夜はようこそゲストの皆さん。もちろん聞いてくださっているあなたもあなたもタコ仲間。ワイワイガヤガヤ楽しさ満杯火曜の夜はみんなで一緒にお菓子しましょう。歌って笑ってせーの走れタコ。この番組はなにわテクノ株式会社蓮華クリニック渡辺食品株式会社各社の提供でお送りします。苦節30年防水工事一筋。大きなビルから小さなベランダの工事まで女社長だからできるきめ細かな仕事。社長一言仕事ください。06-6327-9992 06-6327-9992 防水工事のなにわテクノ株式会社近畿一円どこでも行きます。何でもやります。やらせてください。社長もう一言お電話待ってます。電話したってね。もしも私が雪ならばあなたの胸に積もりたい。たとえこの身が溶けようとあなたに抱かれ眠りたい。愛すれば愛すれば罪になる。愛したら罪になる。切ない恋やな。源内知恵作詞奥村秀夫作曲淡雪の恋。 A ホースエンターテイメント井上玲香が歌います。大人の歌やな。うん、これは本物や。日本クラウン和美のニューシングル路地裏情けが発売になりました。力強く温かいメッセージが込められています。皆さん聞いてくださいね。蓮華クリニックの越智信行です。当院では万病を未然に防ぎいつまでも健康で綺麗で元気に過ごしていただくためのトータルサポートを行います。内科、ペインクリニック内科、整形外科、皮膚科、美容皮膚科、歯科のドクターと鍼灸師、エステティシャンが協力して一人一人の患者さんのケアを総合的に行うチーム医療に取り組んでおります。366日の健康を蓮華クリニック06-6281 みなハッピー3781。もう一度言いますね。06-6281 3781みなハッピー。まずはお電話を。はい、皆さんこんばんは。ヒロノツオンです。みぶさん、いよいよ7月1日3週目やね。え、7人の侍。7月だけに7人の侍いうことですね。いや、7人のジェントルマンが集まってんね。で、今週は、渡辺社長、はい、お漬物屋さんや。渡辺言うね。漬物やってます。はい、うん、そ、この間もらってめっちゃ美味しいね。それからあのお友達八百屋のよしみさん。よしみです。よろしくお願いします。よし、よしみ、よしみ刑事、刑事さん、はい、よしみ刑事さん、お二人仲いいんでしょ。もちろん、はい、友達です。友達です。そうやわな。この間ね、あのもらったんに山芋のあのお漬物ありましたけどね、はいはい、NHK で以前に見たんでね、じゃがいものお漬物のあのありますの、
私は知らないです。ね、おいしいんやで。インゲンのお漬物とかね、何でもお漬物できるねな思って。そしたらあれ、渡辺社長のところに吉見さんとこの、あの八百屋のネタを材料入れてるとか、入れてた時期もあります。入れてた時期もある。あ、飲み友達か。どっちか言うたら。そうですね。ね、なんか遊んだり。遊んだりね。ええー、感じやな。やっぱほんまにね、なんか、味わい深い2人の仲っていうか、中山さんそんな感じせえへん。そうですね。浜ちゃんせえへん、そんな感じするでしょ。その通り。先生、そんな感じしません？しますね。ねえ、はい、本当にやっぱりいいな、はい。はい。では行きましょう。今週はこの歌です。津田清春作詞、奥村秀夫作曲、五番街の憂鬱。少女の鐘の声。皆さんこんばんは、日本クラウンの春です。またまた先週に引き続き、勇気が出る言葉を皆さんにご紹介します。道、長い人生にはどんなに避けようとしても、どうしても通らなければならぬ道というものがあるんだよ。そんな時はその道を黙って歩くことなんだ。愚痴や弱音を吐かないで黙って歩くんだよ。ただ黙って涙なんか見せちゃダメだ。そしてその時に人間としての命の根が深くなるのは。いいですね。春もたくさんつまずいてきました。愚痴を言ったりだけど、これを読むとなぜか心がスーッとします。忍耐ですね。それでは聞いてください。女平家物語。平家の映画も枯れてゆき、現地の夢が花咲かす、戦う男の影でなく、女の衣装、この庭
を許した月の夜、愛した人が大茶でも生まれた我が子に罪はない。女の慈愛は御仏の愛。レンゲクリニック提供、広本敦子の366日の健康を。皆さんこんばんは、皮膚科専門医の広本敦子です。広野さん、三部さん、こんばんは。はい、こんばんは。先生、その先週ね、はい、顔のシミが保険で効くって言いましたけども、はい、やっぱりまだ他にはシミの、はい、いろいろあるんですね。そうですね、シミの種類によっても内服するビタミン剤も外用するものもまた効くレーザーも違ってきます。でやはりシミっていうのは病気ではありませんので、これに関しては保険は使えないと思っておいてください。で自費診療になります。で基本はやはり、ビタミン剤の内服とハイドロキノンの外用ですね。でそれ以外にも光の治療とかレーザーの治療とかを組み合わせてやってます。先週お話聞いた時にね、はい、そのシミでそのかさぶたになったやつは、はい、これ保険で取れる入れましたね。はい、脂漏性角化症って言って膨らんだ腫瘍状のものになると、うん、はい、そういう液体窒素で凍らすっていう治療ができるんですけれども、ね、で今回の先生のそのシミというのは、シミっていうのは茶色く色素斑ができてる段階ではそれを消すのに、まあ、液体窒素を使ってもいいんですけれども、うん、炎症後の色素沈着でさらにもっと茶色くなってしまう可能性があるので、うん、それよりは美白の軟膏ですね、ハイドロキノン軟膏って言いまして、うん、そのメラニンを作りにくくさせる軟膏を使ったりだとか、うん、それからあとフォトフェイシャルっていう光の治療で浅いシミとかシワとかをこう飛ばしてしまう、肌を活性化するような治療であったりとか、うん、吸水チアグレーザーもうちはありますので、もう少し深い部分のシミも飛ばすことができますし、うん、まあ、そういったことはその方その方でカウンセリングさせていただいて、シミがどういった種類のものかによって治療方法は異なってきますけれども、できてしまったシミを諦めることは全くないので、うん、ご相談していただけたら、ご予算がどのぐらいっていうことが分かったら、その範囲内で一番効率のいい治療を提案させていただくようにしてます。深い浅いというのはどういうことなんですか、シミの。まずですね、基底層というところに色を作る細胞があるんですけれども、そこでできたシミはこう上の方に上がっていくんですね。で角質って角化して赤になって落ちていって、で若い頃はできないのはそのターンオーバーっていって皮膚の入れ替わりが適度にあるので、シミはできにくいんですけども、年取ってくるとその皮膚の入れ替わりも遅くなるので、シミがそこに留まったりとか、もっと深い部分に落ちていったりするんです。なので浅い部分のシミをまず消してから深い部分に行くというような、まあ、治療の流れになっています。やっぱりレンゲクリニックというとこは患者さんのことをものすごく考えてあるんですね。そうですね、できてしまったシミによって非常に暗い気分になって鏡を見ることが嫌になられたっていう方も多いので、うん、やはりシミは病気ではありませんけれども治療の対象になるものだと考えています。うん、はい、広本敦子でした。神戸長田渡辺のお漬物がお送りする、佐々木康次の納税の義務と懐かしの映画音楽。皆さんこんばんは、税理士の佐々木康次です。広野さんこんばんは。はい、先生こんばんは。いよいよ3週目ですね。はい、はい、今週はどんな 税金の話を。はい、今日は税金の話とはちょっと違うんですけども、はい、相続の話なんです。はい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 、はい、で相続ってなんか富裕層豊かな家庭、うん、お金持ちのなんか相続いうっていう感じがしますよね。はい、実はそうじゃなくて、うん、一般の家庭でも意外と身内で問題になったりするんですよ。
ごく普通の家でもね。はい。あ、そうですか。はい、そうなんです。一般家庭の息子さんや娘さんたちの間で亡くなられた時にその財産をめぐって争うということが多いんです。あ、そうですの。はい。金額にしてどれぐらいの金額ぐらいで？3000万円ぐらいから。3000万円。はい、前後ですね。でも十分なあの揉め事になったりします。まあ、そりゃそうですよね。1000万でもせやもんな。ただ、うちの場合は安心やな。そうですか。そんなもん、3000円やったらあるけど、3000万あれへんもん。はるちゃんとこの、あれか？ないですね。秋どうや？いや、私1000円しかない。まあ、我々はそんな遺産にたってね。いや、でも、家一軒持ってたらもうそれだけで3000万円近くしますよね。あ、そうかそうか。預金だけではないですね。なるほどな。はい。税金っていろんなあれがあるんやね。はい。先生、またおいおい、はい、ポツポツと、はい、教えてください、ね。わかりました。正しい納税をするために。そうですね。はい。では聞いてください。佐々木安次からの今夜の映画音楽。映画黄金の腕からサウンドトラックで黄金の腕。秋のあんな話こんな話どんな話。皆さんこんばんは。 A ホースエンターテインメントの青木秋です。ひろまさんこんばんどす。こんばんどすってあんた今日そでっか。そうどす。はい、今日の話はどんな話どす。今日はどすな。はい、はい、愛の手を打つか入れるかどっちなんでしょう。愛の手、愛の手を入れる、愛の手を打つ、はい、あれどっちも使ってるよね。え、うん、なんかでもね、ちょっと間違って使ってらっしゃる場合があります、はい、ということらしいんです。私もよくわからなかったんですけどね、はい、例えば、会議なんかで、上司がこれからこういうことを主張するから、みんな愛の手を打ってくれよって言われてます。それは正しいですか。どうやろ、愛の手打ってくれ。打つんじゃないんですね。やっぱ入れるのか。愛の手は入れるなんです。で、愛舌を打つとかね、膝を打つなどというのと混同して愛の手を打ってくれよって言われるんですけど、愛舌を打つ、はい、それは打つなんです、はい、で膝を打つというのは打つんですけど、愛の手を入れるっていうのはもともとなんですね、方角の言葉だそうなんですね、方角、方角、日本の、はいはいはい、で各曲の歌と歌の間に、楽器だけで演奏される部分とか、はい、歌や踊りに合わせて、入れる掛け声などを愛の手と言うということなんですね。日本のね、昭和冬とか、はい、来ない子とか、はい、よっ、はい、おー、ポンポンポンってやつやね。そうなんですね。だからね、あの手を打つじゃない。はい。で打ったらいけないですね。勉強になるわ。はい、では今日もお聴きください。青木秋新曲しぐれ坂。今日も濡らすか涙雨覚悟の上の恋だから覚悟寂しい
中山久志の忘れ探せてよ。皆さんこんばんは、キングレコードの中山久志です。ヒロさんこんばんは。はい、こんばんは。いよいよ3週目。はい、ありがとうございます。三部さん、やっぱり中山さんって実直な、なんか人柄が出てる ね、 ねベテランだしね、なんか歌は素晴らしい、ね、でこのベテランでもね、はい、おごりはれへんね、この人は。あの、いや、ケチくさい、そういう意味ちゃうで、かけ遊ぶときは自分でその浮かれたりそんなんしはれへんね。ほんでいつも謙虚やね。この間もチラッと聞いてんけど、あのほら、はい、すごい大御所と一緒に共演させてもらったりしましたね。はいはい、僕ね、これきっかけなんですけどね、観音企画いうところだったんだけども、その方から、社長から電話いただいて、それでもって島倉さんと共演しないかってことだったんですよ。で僕はもう最初は慣れんだったけど、でも自分のね、小さい生い立ちの中で、もう島倉さんの歌はね、もう天の声ですね。ですから私それをもうずっと、だからもう何回もいろんな曲聴きましたでしょ、中で歌手はもう島倉さんやとしか思ってなかったんですよね、もともと。ですので、その方と島倉さんとね、共演できるってことだったらね、嬉しくてですね、もう教室の生徒さんにもいろんな方にも言って、今度させてもらいますのでよろしくお願いしますということでね、3年前にディナーショーさせていただいた、共演させていただいた。どう、その時の。よかったですよ、本当にね。もう小さい時のイメージがね、そのまんま今の時代にこう入ってきますもんね。あの人も人のいい人でね、騙されはってね、苦労してはるもんね。ただだね、島倉千代子さんってやっぱりな、はい、いいわな。そうですね、だから僕の場合は誰を目指してたかって言って、誰を目指すってわけじゃなかったんですけども、やっぱり頭の中にずっと島倉千代子さんありましたね。じゃあ、はい、今週の歌は、いや僕の作った曲ですね、ごめんよっていう曲です。よろしくお願いします。タバコの煙揺れる影、外した指輪の冷たさが消えて、儚い北の港町、今でも焼けにしみる。不思議物語、三部深夜の深夜の三部。怖ー。血と包丁、前編です。目が覚めた時、今日が1ヶ月ぶりの休日だということを思い出した。まだゆっくり寝ていられると安心したが、つい習慣でテレビをつける。あ、驚いて声を上げた。テレビの内容にではない、リモコンを持った手が血まみれだったのだ。調べてみると、もう片方の手にも血がたっぷりついている。体中どこも怪我をした様子はない。すると誰か他の人間の血ということになる。昨夜何をしたか思い出そうとした。撮影が終わり、スタッフと居酒屋に入ったのが夜10時頃。以前共演した女優から電話がかかってきて、女の子たちと合流したのが11時頃だったかな。たまたま映画鬼柄村で一緒だった木島さやかが純米吟醸酒のイメージガールになっているというので、その日本酒をロックで飲んで盛り上がった。冷や酒は口当たりがよく、知らないうちに回ってくる。2軒目別の店に行った。千日前あたりだったろうか。次のニュースです。昨夜12時頃、千日前で包丁を持った男が3人の通行人に切りかかり、そのまま逃走しました。男は身長170センチ前後、黒い T シャツにジーンズ姿で、警察では連続通り魔事件とみて捜査しています。ベッドの横に
夕べ履いていたジーンズが脱ぎ捨ててある。黒い T シャツはそのまま着ていた。そして、両手についた血。酔ったまま、俺が千日前を歩く人たちに、次々と切りかかったんだろうか。必死になって夕べのことを思い出そうとする。千日前の店に行って、誰かの話題になった。悪役をよくやる役者さんで、東大でのインテリで、手を洗うため、洗面所のタオルを取ろうとした途端、体がすくんで動かなくなった。重ねたタオルの上に、無造作に置かれているのは、血のついた出刃包丁だ。白いタオルに血が染み込んでいる。やっぱり俺が犯人だったのか。その時、携帯電話が鳴った。来週に続きます。ミブ深夜の深夜のミブ、来週もお楽しみに。広野つとむ、今夜のあきら節。風が呼んで舞い上がり。はい、今夜のあきら節は、そんな名前には覚えがないと、きっとあなたは電話を切るわ。今さら名乗っても遅いでしょうが、涙ポロポロ、涙ポロポロ。星野哲郎作詞、加納源大作曲、泣いて昔が帰るなら、広野勉が歌います。昔恋しい伊勢私じゃないな。涙ポロポロ、涙ポロポロ、泣いて昔が帰るなら。お別れの曲が流れてきました。神戸ハーバーランドの夜も更けています。モザイクガーデンの観覧車のネオンはいつの間にか消えて、中取っ手に見えるホテルいっぱいにきらめくイルミネーションはメリケン波止場の水面にキラキラと揺れて映っています。真夜中の静かな神戸は海の街、聞こえてくるのは波の音、そして潮の香り。もうすでに新しく日は移り変わっています。皆様方には今日もまた幸せで良い一日でありますように。ではまた来週お元気で。おいでよ